カバーだけ取れば、こ これ、ね、これ外して、これ外して、うん、これ外してた。あ、じゃあタンクは持ち上げなくてもいい。タンクは持ち上げなくて、あ、二股の方がメス。あ、ここでこれで伸ばしてくれた時にこれ二股にすればよかったね。あ、今外してちょっと分岐しますよ。で、こっち、あのユニットの方のアースがこのコネクターか、これですよ。これだから、あ、オスか、うん、だからオスですね。もう一回、もう一個オス作れば、そうそうそう、もう一個オス、はい、そう、もう一個オス作ればいいですね、はい、はい、A さん歩いて帰ってたんですか。いや、師匠のとこ行ってチャリ借りて、ああ、うんうん、僕まで行けばよかった。あ、だって中型だもん、免許。あ、 A さんは、そっかそっか、そう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 、はあはあはあ、このままでいいか。これをあれにつければいい。そうですね、バッテリー向けの配線に。これがグリップヒーターだから黄色で、で、よいしょ、で、はあ、同じ色でつけるってわけでもないんですね。はあ、これがメスだからここをつないで、はあ、でこれがバッテリーだけど、ここで給湯置いておきたいですね。うん。本当すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけて。じゃあどうも島山さん、ありがとうございました。本当に、はい、今週末ありがとうございます。よいしょ。はい、というわけでですね、今日は
もうシマウマさんとそれから群馬のヤスさんと、もう結局1日仕事で、私の分のグリップヒーターとそれからネイキッドクラウン A さんのグリップヒーター取り付け、ただいまもうほぼ5時です。作業時間結局7時間近く、本当にね、昼ご飯も食べずにずっと、もうぶっ通しでやっぱりかかりますね。いや本当申し訳なかったけど、自分一人じゃもうどうにもできなかったですね。いや本当に感謝感謝です。ありがとうございました、本当に。もうなんかこのね、本当にこのお礼はね、何かの形でさせていただかないとっていう感じなんですけど。はい、ネギでいいんですよね。ん、右曲がっていいですか。あ、はいはいはい、右曲がって、どっちへ出られます。あ、先生の通りに、はいはいはい、 OK です。どうも、お疲れ様です。はい、そんなわけでですね、もう本当にまたここから島山さん横浜まで帰るのはまたね結構大変だと思うんですけど、本当にありがとうございました。あとヤスさんもね、ちょっと仕事の合間にわざわざ群馬から来ていただきまして、いやー本当感謝します、ありがとうございました。はい、またヤスさんにも、次回お会いした時に何かお礼をしたいと思います。そんなわけで、今日は動画もね結局作業中全然撮れなかったんで、まあ作業動画はほとんど撮れてないんですけども、一応、撮れた分だけで、編集してなんとか、そんなわけでですね、また改めて、お二人には何かお礼をしたいと思いますが、今日のところの動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それじゃあさよなら。こんな感じね、青、白、黄色、赤、電気しちゃった。これね、めっちゃあったかいっす。最高。正月までね、釣りに行けないですけど、正月の釣りには楽しみです。それでは。